世話になっております。東京ヒアリーハットの竹内です。東京ヒアリーハットのオールナイトシフト、何卒よろしくお願い申し上げます。ここ最近ね、一人語りが続いてたので、ちょっとさすがに限界なので、ゲストの方お呼びしております。指導先生です。はい、どうも、精神科医の指導です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いやー、ちょっと、毎週毎週やってるとですね、はいはい、話題もね、ないっちゃないんですけど、先生とお話しできるってなると、ちょっと、まあ、ピンとくるというか、お話ししたいことが一個あってですね、はいはいはい、撮らせていただいてるんですけども、はい、まあ、我々、はいはい、一応、まあ、港区もしくは港区近傍に住んでて、まあ、港区で仕事をしていて、はいはい、まあ、港区で飲み会に行く。まあまあ、そうですね。いわゆる港区おじさんだと思うんですけど、港区おじさん、我々は。そうかもしれないですね。うん、はい、まあ、昨今話題である、うん、まあ、港区女子、まあ、よく観測しているというか、はいはいはい、僕そこまで飲み行かないんですけど、まあ、行って週1、はい、週2ぐらい、うん、あと僕コロナ禍になってから東京に来てるんで、はいはいはい、あんまりこう飲み会ってなんか最近やっと復活してきたかなって感じなんですけど、うんうん、まあ、それで言うと飲み行ってる歴が長いというか港区で、まあそうですね、まあ、港区で好んで飲むっていうよりは、まあ、大体呼ばれる場合港区なんですよ。まあそうなります。そうそうそう。まあお住まいも、まあ近傍。まあまあまあ。なので。だから学生時代をね、東京で過ごされているというところも含めて、まあ、確かにね。佐賀でね、うん、佐賀で合コンしたって、うん、知り合いの知り合いでも繋がっちゃいますから。居酒屋で他の知り合いが飲んでるみたいなところで合コンするみたいな。まあ、あの時は Facebook でしたけど、はいはい、Facebook 交換した瞬間に、まあ、なんか共通の知り合い39人みたいなのを、その何も悪いことができないんですけど、はいはい、まあ、いわゆるね、港区女子の生態みたいなのを、まあ、こっちに来て初めて観測したんですけど、はいはいはい、最近強く思うこと一つ、ちょっと聞いてもらっていいですか？はいはい、もちろん。港区界隈、うん、狭くないですか？意外と。いや、マジで狭いっす。なんか、マジで狭い。体感、うん、3、4000人しかいなくない？みたいな。でも、まあ、そうかもね。なんか、知られてる人とか。なんか、入れ替わりはもちろんあると思うんですけど、共通の知り合いを割と必ず発見するというか、狭いっすよね。いや、めっちゃ狭いと思うな。ちょっと最近飲みに出だすと、うん、指導先生知ってるみたいなのが結構、そのインスタ公開した瞬間にやっぱ、共通の友達に指導先生とか、はいはいはい、他の先生とか出ることが多くて、そうだよね。なんか共通やっぱり多いわ。なんか、その港区のみとかで出会った人とかだと。なんかこう、インスタフォロワー、5000人から2万人ぐらいの、なんかちょっと有名みたいな、その、普段お仕事何してるんですか？インフルエンサーとかで稼いでます。え、いけるこれでみたいな人が3、4000人いて、っていう感じ。あれを港区女子と呼ぶのかなみたいなことを最近考えてますね。なんかパターンが一緒になってきたというか、なんか半年ぐらいそのいわゆる港区の飲み会に行くと、なんか風景が一緒に見えてきて、なんかあんまり最近だからもういいかなって僕なってきてるんですけど、あそう、だからなんかこう、世間的に、まだそれこそツイッター、まあ X だけど、はいはいはい、で言われてる港区女子って、なんかみんなの、なんとなくのイメージが、マジでその混合してると思ってて、はいはいはい、でもなんか俺の中では港区女子って3種類いて、はい、でもその、純粋に港区でもうトップ張ってる女子たち、要はその有名な秋葉原とか、はいはい、ラウンジとか、働いてて、で、お客さんも、まあ、経営者だったりとか、まあ、なんなら、ね、そう、太いバッグがあって、で、本人も金稼げるし、他の男性からも金引ける、みたいな、トップ層の港区女子っていうのが、まず、まあ、一軍としていて、で、まあ、二軍は、なんだろう、普通にその経営者の友達とかも多いし、交流とかつながりも多いし、ただ、その子たちがなんかこう、プロとして活動してるっていうよりは、本当港区で飲むのが好き。はいはいはい、はい。ミーハーゼというか。はいはいはい、だから、つながりとか、その、めちゃ広いし、いろんな会とかに行ってるけど、別になんか本人は金欲しさに行ってるわけじゃなくて、ただなんかこう刺激的なものが好きで、飲みが好きで、そのバーの店員とか、その芸能人とか、その、つながり
があることが好きで飲んでる人です。はいはいはい。それがこう港区2軍みたいな。で、港区3軍はもはや住まいは港区とかじゃなくて、はいはいはい、もう埼玉とか横浜の方から、まあ、ギャラ飲みだったりとか、まあそれこそパパ活だったりとか、まあそういうので、まあ日銭を稼いでる。そういう感じですね。みたいな。だから多分、俺は結構多分二軍というか、はいはいはい、飲むのが好きな人たちとはよく会うんだけど、その別にギャラ飲みとかしないし、はいはいはい、かつあんまりキャバクララウンジとか行かないから、はいはいはい、まあそこのつながりは結構増えたっていう。で、やっぱ最近思うんですけど、まあ僕ずっとね、うん、あのニュースになる結婚しかしねえ、はいはいはい、あの知名度向上のために俺は結婚という、ね、婚姻届を使うって言って、はいはい、うんうん、で、港区に出て行ってるんですけど、今言った1軍、2軍、3軍と、うん、いわゆる芸能人との間に、なんか次元の壁があるような気がしてて。そこは多分本当、ある意味交わってないところかもしれないね。なんか芸能界って、だから俺最近4次元って呼ぶようにしてるんですけど、うん、はいはいはい、3次元空間上では同じところで飲んでるはずなんですよ。恵比寿、六本木、麻布、広尾、はいはい、で飲んでるんですよ。うんうん、で、たまさか芸能人の話聞くと、うん、今言った同じ地点で飲んでるんですよね。だ3次元空間上では同じところにいるんですよ。はいはい、でも、我々に観測できない謎の次元アルファによって、彼らは4次元空間にいて、なんか合わないんですよね。でもさっき言った1軍とか、うん、2軍上位の女の子って、うん、芸人さんとかと飲んでるんですね。まあまあでもそうだよね。だから女の子が芸能人と飲むのって、そんなにハードル高くない。まあ、イージーだと思う。イージー。うん、でも男が女芸能人と飲もうとすると、ウルトラスーパーハード。まあ確かにね。だと思うんですよ、ね。うんうんうん。なんかその、僕も、その言える範囲で、差し飲み行ったぜみたいなのって、はい、まあ、本当にテレビにちょろっとだけ出てる、うん、まあ、インスタのフォロワーだと3、40万、うん、いるかなみたいな、うん。まあ、絶対その辺の人に聞いても名前知らない人。うん、だからマックス。まあ、うん、地方局のアナウンサーとか。はいはいはい、もう、マックス。去年のその何十億稼いでた時でもマックスそれで、はいはいはい。で、なんか、それより向こう側の生き方が、もう次元を超え方がわかんないっていう。うん、とりあえずなんか3次元空間うろうろしてても出口ないんだなっていう。だ多分そこの 4次元と3次元の門番をやってたのがガーシーみたいな。そうなんですよ。人なんだよね。そうなんですよ。でもガーシーはね、あの、こそう、死んだんですよ。そうだ、もう門番が今多分不在の状況。てかなんなら、今までガーシーが門番をやってたけど、まあ、要はね、ガーシーが、まあ悪魔転生してしまった。多分芸能界もより多分締め付けが激しくなってたと思うんだよね。そうなんですよね。だからそういう奴ら、まあ、だからアテンダーとかになり得る奴らと絡むなみたいな、なんか、うん、そういう、なんつうの、その指令は絶対出てる気がする。だから港区のみの一軍とかに、うん、なんか元リトルガーシーみたいな女性いるんですよ。うん、はいはい。なんか、なんとかちゃんいくらくれたら呼ぶよみたいなのをやってたっていう子はいるんですけど。うん、はいはいはい。その、もう現役引退されてる方が多くて、理由を聞くと、だからガーシー以降なんか連絡返ってこなくなったみたいな、多分事務所とかからお触れが出てるのかなみたいな。あ、絶対あるよね。うん。なんか入り口なくなっちゃったんですよ。そう、だから次元の歪ませ方が。はいはいはい。なんか、たまに成功例が出るじゃないですか、近くで。うんうん。でもなんか話聞くに全部なんか偶然なんですよ。まあ確かにね。なんか、たまたまたま呼ばれた会に行ったら、誰々さんに会った。で、こんなアタックしたらいけたとか、うん、なんか親戚の親戚でとか、まあ、都内でこれ若干有名だから、まあ言ってもいいと思うんですけど、まあ、ゲームのフレンドでとか、ね、うん、えみたいな、それ無理じゃん。再現性がないじゃん、それは。はいはいはい、スタップ細胞と一緒やねん。科学は再現性が大事やろ。同じことできないでしょう。そう。推奨実験のできる入り口がないんですよ。どうやったら、その、神隠しに会えるのか、四次元空間に飛べるのか。うん、結論としてやっぱり、だから、一個、僕が今、3.2 次元ぐらいにいると思ってるんですよ、うん、その、アベマなら、呼ばれたことあるけど、うん、とか、うん、MX ならな、とか、うん、かこれがテレ朝とかに呼ばれますと、次元がパカって開くのかな、うん、みたいな。ど
そうだね。でもなんか単発じゃやっぱり難しいような気がするけどね。うん、そう。やっぱレギュラーですよね。レギュラーでね。定期的にこうやっぱ、出入りする人間になったらなんかまた、そんな感じですよね。見える景色が変わりそうな気がするよね。いや、正直ね、うちの外来に、まあ、立地も立地なんでね、いらっしゃることあるんですよ、うん、芸能人の方。はいはい。でも僕は倫理観を持ってるので。まあまあ、それはそうだね。で、LINE 交換しましょうとか言わないんで、広がってないんですけど、うん、言うべきなのか、いや、ダメだろうっていう、そう。まあ、いろんなリスクが発生しますからね。っていうかダメでしょう、はいはい、だからその、どうなんですかね。でもそこをやっぱりこう、ゴッていけるやつが次元の壁を超えるんですかね。いや、でも確かに、ゴッていけるやつって結構ほんとメンタルも強かったり、なんならうん、その、なんつうの、倫理観もなかったりするから、意外とそこで、なんか、パンチを当てるやつが出てくる、ね。倫理観してるしかないのが、そういう、ちょっと、ここ半年、港区をうろついてみて。港区からの、まあ、4次元ポケットの。うん、そう、次元の話。次元。だからちょっとアンケート取れるんで。うん。いわゆる、もう次元でもいいんで、うん、この、聞かれてる中で、芸能人と結婚してる人いますっていうのを、こう、イエス・ノーでちょっと、アンケート取ってみようかなと。むしろ、なんか飲んだことあるとかのがあって。何個か取れるんで、うんうん。飲んだことある、うん。付き合ったことがある。はい、結婚している。ちょっとこれ3つ取ってみましょうか。確かにね。確かに。よくあの、学生の2年生ぐらいの時になる、うん、診療所に通うやつが1000人いて。はいはい。その大きい病院の外来に来るやつが10人いて、はいはいはい、入院するやつが1人いて、徐々に。あの、医療圏の、あの、1時、2時、3時の話。ヒヤリハットみたいな感じ。そうそうそうですね。そう。その3つですね、うん。飲んだことある。付き合ったことある。うん、結婚している。ちょっとこれでいただきたいと思います。まあ、結婚したことがあるでもいいけど。そうですね。ほんともう。飲んだことがあるもあれしたいよね。その、自称芸能系とかじゃなくて、まあ、普通にテレビで見る、うん。そう、もう普通に出てる人ですね。うん、あの月1以上必ず出るみたいな人ですね。うんうん、古発令じゃなくて、うんうんうん。あとはなんか別にフォロワーいっぱいいて、なんかたまに時々企画に呼ばれますとかじゃないです、ね。それじゃダメです、うん。というところで、はい、ちょっと、また私利私欲のアンケートになりましたけど、はいはい、ちょっとぜひよろしくお願いします。うんうん、ちょっと成功例を聞かせてください。4次元の方に会いたい。4次元の。生き方を教えてください。というところで、竹内でした。はい、どうも、シドでした。